3DS 持って休日出かけてたらですね、サスライソーにいっぱい来てます。満員御礼みたいな。どんな妖怪が来てるかな。しょっぱなからラストブシニャン来てますやん。ラストブシニャンとバトルできるってことか。ラスト、え、こんな声。それがしラストブシニャン、ケイトの町からやってまいった。ユーからは強者の気配がする。それがしと勝負してもらおうか。全然ブシニャンとかと、ブシニャンとかジバニャンの音声と違うね。意外。こちらのレベル大きく余っています。本当に戦いますか？まあまあまあ。勝てなくてもとりあえずね、バトルしてみよう。大きく余っているっていう。チームバトル。バトルスタート。ラストブシニャン2体なんですけど、何これ。左のやつはまっさらにゃんのやつかな。あ、意味ないわ。うっそー、なんか一瞬出られてやん、小太郎。ちびすけ行ってみよう。なんでラストブシニャン2体もおんねん。激辛ボーイもやられる。 S ランクのチビスケ。あ、全然 HP 減ってないぞ。ラストブシにはめっちゃ男らしい声なんやな。メラメライオンとトパニャンも前線に。あ、メラメライオン違う、ペラペライオンか。どうしよっかな。なんかどうしようもない気がするけど、ブラスターとか抵抗してみるか。ブラスターとかで妖怪ブラスターメタルセット。あとトパニャンだけじゃん。勇ましアタックモード一発ぐらい。セイヤ当たりにく。小太郎の目当たりにく。ちょっとは HP 減ってんのか敵。フィニッシュ。ちょっと強すぎたわ。必殺技一発ぐらい打ちたいな。どう、撃破された。すごい。後ろの3体出るまでもなく強すぎたね。腹切り、腹切り、やはりかなりのやり手。それでも、ん、ではそれが旅を続けるよ言うて言ってもった。いきなり強かった。もういないのかな。また新しいの来てる。収まりきれないから続々と来てるんじゃん。そしてまたラストブシニャン。みんなラストブシニャンゲットしすぎじゃない。ユートの街からやってきた。やって大きく余っています。勝てる妖怪にしようか。なんかラストブシニャンってそんな入手しやすいの。主天同士 S ランクだね。わしは主天同士翼の町から遊びに来たぞ。今宵は宴という意向ではないか。勝てるかな。はいだけでなく拳もかわそうではないか。はーい、勝てる。あ、みんな HP1 かな、もしかして。あ、回復してた、よかった。難しい。勝てるかな。ウサピョンとメラメライオンと主天同士。激辛ヒヒケン、やったね。あ、そんな強くないかも。
ほっといたら勝てるかな、これ。後ろの3体も出てきたね。つぶやきと、昆布さん、わかめくんか。そして、口すべらし。なんか、ほっといても勝てそう。あ、普通に撃破できた。早くラストブシニャンゲットしたいな、俺も。勝利1個でスタンプカードゲットできるわけね。あれ、気絶しなかったらもう1個。ほう、あっぱれじゃ。なかなかに楽しめたぞ。忙しいでの、お前に会えることを楽しみにしておるぞ。行っちゃった。なんか強いのもおれば弱いのもいっぱいやね。なんでなんとかね。